こんにちは、綺麗なるてチャンネルのくんちです。インスタグラムもフォローしてね。はい、というわけで今日のテーマは朝の準備です。まあ、朝の準備なので今寝て起きたまんまの状態なんですけれども、ここからスキンケアしてメイクして髪の毛をやっていきたいと思います。全部やっていくとすごい長い動画になってしまうので、今日はスキンケアとあとヘアアレンジについてちょっと詳しくやっていこうと思います。いろんな方が朝のルーティーンみたいな感じで動画を出していると思うのですが、誰かしらの参考になれば嬉しいのと、あとは朝の準備を一緒にしている気分になっていただければ嬉しいです。というわけで早速やっていきます。ではスタート。まずはこの度数が強すぎるメガネを外してコンタクトを入れていきたいと思います。はい、コンタクトが入りました。で、今からスキンケアするのに前髪を留めていくんですけど、ちょっと私のこだわりポイントで、前髪私いつも下ろしてるんですけど、このままこうセンターとかで分けちゃうと癖がこうついてしまって、後でまたちゃんと濡らしてとかってやり直さなきゃいけないので、別に家にいるだけだしとかっていう時はこういう風にちょっと前髪を分けて留める。で、こっちはまあ普通に留めときます。髪の毛のやる前とかに反対側にします。これで化粧とかしてこうやって反対にする。こっちで止めて、でこっち普通に止めるみたいな。でこうやって分けてあげると、なんか下ろした時に意外とまっすぐになってたりするので、私はいつもそのやり方でやってます。出かける時とかは前髪を濡らしてあげて、最後ねしっかり前髪をやってあげるのをおすすめしています。というわけでここからスキンケアをまずはやっていきます。ワンデイズユーのヘルプミーダクトパッド。ダクトパッド、私緑のやついつも使ってるんですけど、たまたまワンデイズユーさんからお声掛けをいただきまして、この黄色とねピンクをいただきました。ちょっと中身の使用感はちょっと使いながらお話ししていきますね。こういうピンセットがついてるので、これで顔を拭き取ります。これが洗顔の代わりという感じです。ここに置いてこんな風に人差し指と中指の間に挟んで薬指で固定して、これをこんな風に拭き取っていきます。これが洗顔の代わりです。このボコボコの方とボコボコじゃない方があるんですけど、まずはボコボコの方で拭き取ります。で、これあんまりすっごいクックックってやっちゃうと摩擦がすごくなってしまうと思うので、優しくやりましょう。ニキビのね鎮静化とかもしてくれる作用があるみたいなので、そういうニキビとかがね気になる方は使ってみてもいいんじゃないかなと思います。こうやって小鼻とかもちょっとこうやって拭き取ってあげるとツルツルします。めっちゃザラザラが取れて、こんな舌とか顔だけやるとこんな感じ。ちょっとまあ汚さはわからないとは思う。新しいの出してみるか。汚さわかるのかな。ちょっと黄ばんでんのとかわかんないか。無理か。ちょっとわかんないと思うけど、すっごい目で見ると汚いんです。で、あとはこの耳とか耳の後ろ、あとは顎とかこういうところも一緒に拭き取っちゃいます。首とかこんな感じで拭いた後に手をこうやって拭いて、これで手を拭いてあげて、その手でちょっとこういう風に押さえる。私はこれを導入と化粧水込みみたいなイメージで使ってます。まあ、朝はそんなにベッタベタにしたくないので、このくらいがちょうどいいかなと思っています。こんな感じでやったらこういう風につけてパックしても OK です。私はいつもねこれはやらないけど、だいたい朝起きてこれを1枚手に取って拭き取ってっていう感じです。まあ、これをね何枚も惜しみなく使ってもいいよっていう方は、これを2枚とか出して気になる部分に貼ってもいいと思います。そんな感じで、この緑の方は結構オールマイティな肌に使っていただけるかなと思います。私結構刺激強いやつとかだとヒリヒリを感じるんですけど、これは今のところ感じたことないです。なんか生理前とか生理中とか使っても特にヒリヒリはしたことないかな。まあでも肌質によってねいろいろ違うんで、まあ、使ってみてにはなっちゃうんですけど、でこの黄色も見た目は同じです。こんな感じでボコボコしてて、後ろがボコボコしてない感じになってます。緑よりはしっとりしたようなタイプになるので、乾燥肌の方とか、あとはこうくすんだ肌にもいいみたいなので、そういうのが気になる方はこの黄色かな。でもう一つこのピンク、これは拭き取りのパッドというよりは部分用のパックとして使っていただけるパッドになります。ヘルプミーリアルコラーゲンパッド。液体の量すごいですよね。めっちゃ入ってる、すごい。これね驚いたのが、
めっちゃプルプルしてるんですよ。プルプルさえぐい。これ取るとこんな感じなんですけど、液体もねすごい量なんですけど、めっちゃプルプルなので、肌にピタッと密着してるからずれ落ちない。こっちに凹凸があるっていうわけでもないので、このまま気になるところとかにこういう風に密着しすぎてもう見えない、もしかして。こんな風に気になるところにパックしてあげる。全体的なパックは別にいいから、この部分的なパックをしたいとかっていう方はすごくおすすめかなと思います。はい、そんな感じで今パッドで、ちょっと長くなっちゃったけど、パッドで拭き取ったら、シュカーミング30デイズマスク、13デイズかな、30デイズマスク、絶対30じゃないよな。こちらがパックになってます。これ開けてめっちゃびっくりするんですけど、じゃん、この衛生的なピンセットと、ここにパックが入ってます。そしたらこのピンセットを取りまして、このパックをウィーン出します。このパックを広げると、これね直接手で次のやつとかを触らないので、すごく衛生的ですよね。こんな感じです。すごいね、薄くてめっちゃピタッと密着してくれます。こういうの大好き。いや、なんかパックってものによっては分厚くてブカブカで、なんか剥がれ落ちてきちゃうやつあるじゃないですか。ここら辺とかが剥がれ落ちて液体がバタバタ垂れるとか、ああいうのあるんですけど、これほらもう見えないくらい密着してくれます。見えてるけどね。なんか朝のパックとしてはすごくちょうどよくて、すんごいベタベタするわけでもないけど保湿されてるっていう感じで、朝のパックとしてはこの適度なベタベタ感がめっちゃちょうどよくってめっちゃいいです。こんな感じで少し数分放置していきます。で、そしたらこういう風にちょっと浸透させる気持ちで押さえつけます。で、パックって乾きすぎると逆に顔の水分持ってかれちゃうんで、しっかり時間は守ってつけてあげた方がいいと思います。長ければ長いほどいいっていうわけじゃないので、私は5分から10分ぐらいつけて外してます。そしたらこの液体を顔に染み込ませていきます。パックもしたんですけど、特にヒリヒリ感もいつもないです。はい、今こんな感じ。そしたらこのパックの後に美容液と乳液やクリームをつけて、スキンケアは終了で、この美容液とかも紹介したかったんですけど、美容液を研究しておりまして、新しく買ったやつがちょっとねヒリヒリするんですよ。だからちょっと私的に紹介できないなと思って、今日は割愛させていただきます。またいいのがあったらご紹介させてください。で、これで朝の私の毎日のスキンケアは終了です。朝だとね、やっぱ時間ない方とかいるんで、こういうパッドがマジで私的にはおすすめです。肌合う合わないとか香りの好みとかそういうのはあると思うんですけど、朝ちょっと時短したいとか、あとは綺麗にこう拭き取りたいとかっていう方はマジでパッドがすごくおすすめ。ワンデイズユーさんの情報は概要欄に貼っておきますので、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。じゃあこっからメイクしていきます。で、メイクはちょっと長いんで早送りでお見せしていきたいと思います。これは下地からのファンデーション、コンシーラー、粉。粉は基本目と眉毛の上あたりにつけています。ちょっと保湿リップ、チークを塗っていきます。そしたら目をやっていきます。涙袋、ちょっと薄い色を二重線より少しはみ出る感じで塗ります。下もちょっと濃い色を際にのせます。まつげを上げていきます。まつげパーマこの前セルフでやったんですけど、なんかちょっと右目がうまくいかなくてちゃんと上がらなかったので、ビューラーで上げちゃいます。下まつげ、ホットビューラーが温まってきたのでまつげを上げます。そしたらキラキラのラメを目の上に少しのせます。目の下にもちょっとキラキラで、ここで謎に眉毛を描きます。アイラインを引きます。ここを引っ張りながら最近は描いてます。私は目が離れ気味なので目頭にちょっと描きます。で、ちょっと赤っぽいペンシル、なんかこれ確かダイソーなんですけど、ちょっと赤いやつでこの粘膜の部分を少しだけ描きます。
マスカラ鼻に影を描きます。口の下にもちょっと影入れてぷっくり見えるようにします。そしたらハイライト、この C の部分と鼻、ここ、顎、リップを塗ります。 OK。 そしたらメイクが終わったので前髪を反対に分けて留めておきます。で、髪の毛を反対にして少しだけ時間を置きたいので、この間にアイロンを温めたりとか着替えたりしていきます。とりあえず着替えてきます。着替わりました。パジャマからパジャマやないかいみたいな感じですけど、パジャマじゃないです。今着替えてアイロンも温まったので髪の毛をやっていきます。まずは溶かす。最近私が動画で大体同じ髪型をしてるんですけど、それなんかどうやってやるんですかっていう風に質問をいただいたりもしてたので、めちゃくちゃ簡単なのでそれを今日はご説明していきます。今この状態で髪の毛を溶かしたところなんですけど、ここにこういうミニクリップ、ちっちゃいクリップで髪の毛を留めていきます。髪の毛をこういう風に取っちゃうとここが見えてちょっと顔の印象が強くなっちゃうので、この部分を隠れるように少し残してあげて、この辺の髪の毛を分けます。そしたらここをミニクリップで留める、それだけ。こっちもこの辺の髪の毛は残してあげて留める。で、だいたいこのミニクリップの位置が同じくらいになるように留めてあげます。ちょっと失敗したなと思ったらもう一回同じ位置で留めてあげる。私的なポイントとしては鏡を正面から見てこのクリップが見えるように留めることで、ちょっとだけ引き出す。これで OK。 あとは髪の毛を巻いていきます。こんな感じで前髪が巻けたらこの横の部分を巻いていきます。外羽、もう基本外羽で OK。で、これなんで最初にアレンジしちゃうのっていう方もいると思うんですけど、例えばこれを下ろしたまま外巻きにしてここで後から留めると、ここの髪の毛がここでピョンって跳ねちゃったりするんですよね。それが嫌なので最初にアレンジしちゃいます。で、この内側の部分ちょっと巻きづらいと思うんですけど、首を傾けて内側から入れて外に巻くってやってあげると綺麗に外側に巻けます。こっちもそう、ちょっと片方に髪を顔を傾けて内側から入れて外に巻く。で、これだとここの部分がちょっとまっすぐになりすぎているので、顔周りの部分をここの部分をふわっと内側に巻いてあげて S 字にします。ここをちょっとふわっと巻いてあげる。そうするとこういう風に動きが出て雰囲気を変えてくれます。ここがまっすぐなのが嫌だなっていう方はこんな風に S 字に巻いてあげてください。こんな感じで髪の毛は完成です。 OK。 で、あとはスタイリング剤をつけたら OK です。ハイトーンの方はやっぱりどうしてもねダメージがあるしパサパサ見えがちなので、必ず出かける時とかはねスタイリング剤をつけてあげないと、あ、ハイトーンだから髪の毛汚いなって思われちゃうので、しっかりつけてあげましょう。これで髪の毛と顔は完成です。で、これからやっぱりあったかい時期に入って汗とかかくじゃないですか。で、前髪ある方とかはこの汗がね上ににじみ出て前髪がペタペタになっちゃうとかっていう方もいらっしゃると思います。そんな時にワンデイズユーさんのポアセバムパウダー、こちらを使っていきます。で、これは顔にももちろん使えるし髪の毛にも使えるので、顔につけてご紹介してもいいかなと思ったんですけど、今回はこの前髪をサラサラにするっていうので使っていきたいと思います。今は普通の前髪なんですけど汗でベタベタになっちゃったみたいな感じを演出していきますね。根元がベタベタでここら辺もちょっとギトギトで汗かいちゃったみたいな感じの時ですね。そういう時にこのポアセバムパウダーをここにつけて、こんな感じでそのままつけちゃいます。お、サラサラになってきた、わかりますか。こんな感じでつけちゃいますよ。あ、めっちゃサラサラになった。おー、すごいぞ。じゃーん。ここもねさっきまでベットベトでふんわりしてなかったんですけど、ちょっとふんわりしましたね。顔がテカってきたなーっていう時はこれをこういう風に肌につけてあげて、で、あ、髪の毛やばいっていう時はこれをこんな風にこういう風につけてあげるとサラサラになると。あ、
これからね夏の季節に一つ持っておくと便利かなと思います。はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はちょっとね長い動画になっちゃったんですけど、私の朝のルーティーンをご紹介してみました。私もこのパッドは本当に前から使ってるやつで、詰め替え用とかもあって、ここにね買い足し買い足しでやってきてたので、私的にはすごく気に入って使っている商品です。なので気になる方がいれば概要欄からぜひチェックしてみてください。今日はねメイクは紹介してないんですけど、髪型パッて止めて外側にシャッて巻くだけなので、巻きも入れて3分くらいでできちゃうアレンジになってるので、ぜひやってみてください。というわけでまた皆さんも血も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。